に、先輩古田登場で態度急変。ふざけたサングラスでインタビューを受ける辰巳、ありがとうございます。洗脳されてそう。こわ、幸せそうだね。うわ、やべえやつ。洗脳ビーム、洗脳メガネ、何やこいつ。五条悟、やべえやつ呼ぶなよ。何やお前、怖いよ。映して大丈夫か。今日はバットを戻してのホームランでしたね。そうっすね、ちゃんとした姿を見せたかったんで。はい、放送席には同じ立命館大学出身の古田敦也さんもいらっしゃいます。おはようございます。すみません、あの速攻で外してくさ。先輩にはしっかりちゃんとグラサン外してくさ。態度急変でくさ。古田ブチギレ。さすがにサングラス取っててくさ。古田さん、しっかり挨拶してくれよ。ちゃんとしたとこ見せたいサングラスじゃない気がするんですけど、大丈夫ですか辰巳さん。古田怒っててくさ。古田コッパ、サンキュー古田。古田とかいう怖い先輩、最後ひら誤りでくさ。怖い先輩に怒られててくさ。古田こう見えて武闘派だからな。古田ちゃんと指導しとけよ。古田なら洗脳解けるのでは。古田洗脳を解いてくれ。